宝刀王竜村岳院は、岡山県倉敷市林に所在する、修玄道の寺院。本尊は十一面観音、天台修玄系の一周派である、修玄道の総本山である。修玄道の祖と言われる縁の大津具は、文武天皇三年朝廷より卒業受け、熊野本宮に隠れていたが、伊豆大島に入るされた。縁の行者について生死が伝えることは以上であるが、伝承によれば、この際、疑惑、 義元、吉兼、琴吹元、方元ら五人の弟子たちを中心に、熊野本宮大社のご神体を奉仕したとされる。彼らは三年にわたり、各地を放浪し、元老津沼が社名となった大宝元年三月、神託を得て、現在の熊野神社の地に、奇襲熊野本宮を先座し、五人の皇帝それぞれが、御事滝院、王宝院、賢徳院、法恩院、 伝望院の五流の寺院を建造した。中でも、御事滝院が中心寺院となった。奈良時代に入ると、皇室の熊野崇継と相まって天皇の崇継を受け、天平十二年、聖武天皇が小島一円を車両として寄進した。天平法寺五年には、奇襲熊野と同様の社殿を整え、付近の君に諸教寺と神宮を山村に、 吉都議寺と那智宮を建て新熊野散々とした、熊野神社と修験道の寺院が一体となった、神仏集合の形態をとる宗教施設として栄えたが、平安時代中期以降は衰微した、上級三年、上級の乱が勃発し、三井寺調理であった、後鳥羽上皇の御子、里氏人氏神老が難を逃れてこの地に下った。さらに、破れて、おっきに遠投となった、 言葉上皇に連座して、上皇の第四巫女、大筆都市新が小島に入るとなった。大筆都市新は衰退していた五竜の寺院と十二社言言宮を再興し、南北朝の頃まで繁栄し、次第に水美氏巫女と滝院のみが残った。なお、現在まで続いている当院の歴代大僧城は、大筆都市新の子孫と伝えられる、南北朝時代に、 古代五天皇を奪還しようと試みた、小島隆則はこの地の出身と伝えられ、境内には小島高徳者が祀られている。現在の五流村田金は倉敷市立五内小学校北に隣接しているが、元来は400メートルほど北の新清院北側にあり、熊野神社と隣接していたと伝えられている。現在も三重塔、首郎などは熊野神社境内に接して立つ。 室町時代になり応仁の乱が勃発すると、この地も戦乱に巻き込まれた。応仁三年には、細川勝元方に加担した、格王院の宴会を中心とした兵により、新熊野は焼き打ちに遭い、ほぼ全焼した。明治時代になると、神仏分離令により、十二社権限は熊野神社となり五尊打大院と分離した。明治五年主権道の廃止に伴い、天台宗寺門派に属する。 太平洋戦争終結後、天台宗より独立し、修験道僧本山となる。平成15年9月、明和5年建造の修験者の寄宿所である長床を、失火により全焼。平成19年10月に再建した。明治11年に暗殺された、大久保利道が襲撃された際に乗っていた馬車が、大久保家により永代空洋のため奉納されている。なおこの馬車は、本殿と、 胸続きのご流会館に安置されている。重要文化財岡山県指定重要文化財、ありがとうございます。